宮大工養成塾神奈川校、次はカンナの体験です。荒木くんが実際にやってくれました。本村棟梁指導のもと、カンナ削り体験が進んでいきます。難しいもんだね。あの穴掘りより難しい。感覚がやっぱり違う。あ、その後も何度か削ってみましたが、なかなかうまくいきません。力入れない。あ、入れた、うん、そういう感じ、うん、そういう感じ。それでこう、あれ力を入れてないつもりが、なぜかうまく削れません。カンナは奥が深いものです。それでも何とかものにしようと削る体験者、初々しいですね。楽しかった。楽しかった。あ、難しかった。そうですね、カンナやっぱり難しいですね。手間年ぐらいでマスターできた。でも早い人は1年ぐらいで削れるようになる、こういう。あ、すげえな。まあでも宮大工のね、修行をね、しないと ね、なかなかね、そうです、身につかないと思うけどね。うん、まあ、今回の経験を機に、はい、ちょっとね、また、いろいろ考えてみてください。はい、わかりました。ね